合同パトロールは毎年ゴールデンウィークの時期に釣り人が増えることから海難事故を防ごうと行われたもので、ボランティアで作るシーバード伊万里の青梅隊や伊万里海上保安署などおよそ20人が参加しました。シーバード伊万里は主にボートでは入ることができない浅瀬や海水浴場で水上バイクを使って救助活動などを行っています。昨日は伊万里海上保安署の巡視艇弓風と青梅隊が伊万里湾内を巡回し、船で釣りを楽しむ人にライフジャケットの着用や緊急時の118番への通報などを呼びかけました。海のレジャーを楽しく安全にやっていただきたいと、事故ゼロということを目標に頑張ってます。